あるよ気がつくと、床も天井もこぼれ落ち、溶けて流れたその後に、裸のアリスが一人ぼーっと光っている。時間の鎖は切れたの。真っ赤な絨毯を黒いカラスが持っていっても、旅に出るのさアリスと。空には垣根はない、今見えるのは半分だけ。そうだろうアリス、風船を膨らませしっかり抱きつけば、いつの間にか雲の中、何かが起こっていても、誰も気づきはしない。浜辺もいらない深刻